今回政府は世界歴史の一大転換期に際し、賢くも天皇陛下の広大無辺なる聖旨を仰ぎ奉り、ドイツ及びイタリアと三国条約を締結し、世界恒久の平和と進歩とのため協力邁進するに決したのであります。この時にあたり、不肖内閣総理大臣の要職を片付け直し、顧みて責任の極めて重大なるを痛感し、ここに全国民職人に向かって率直に時局の真相を語り、諸君の一大発奮に訴えたいと思うのであります。顧みれば、支那事変勃発以来すでに三世宗、永世文武なる陛下の御水のもと、旧友義烈なる陸海将兵の奮闘により、実に空前の戦果を収め得たのであります。しかしながら、この間東亜をめぐる関係列国の動きはますます事変の性質を複雑にし、その解決を困難ならしめておるのであります。究極するに、日誌の紛争は世界旧体制の重圧のもとに起これる東亜の変態的内乱であって、これが解決は世界旧秩序の根底に横たわる矛盾に一大不悦を加えることによってのみ達成せられるのであります。すなわち、日本は眼前の支那事変を解決すると同時に、全世界の起源を更新すべき絶大の偉業に参画し、その重要なる役割を分担せねばならなくなったのであります。活眼を開いて東亜と欧州の現状を見れば、日独伊三国は実に各々その持ち場において旧秩序打開のために共通の努力を続けつつあるのであります。すなわち、ドイツ及びイタリアは欧州において新秩序を建設戦としておるのであり、日本は大東亜の地域においてアジア本来の姿に基づく新秩序の建設をしつつあるのであります。そもそも世界歴史の現段階において、直ちに世界を一単位とする組織の完成を期待することはできないのでありまして、世界の諸民族が数個の共存共栄圏を形成することは必然の勢いであります。しこうして日本が東亜において、ドイツイタリアが欧州において、この共存共栄圏を指導すべき立場に立つことは、歴史上より見るも、地理上より見るも、経済上より見るも、これまた必然の勢いである。私はかかる必然の傾向を阻まんとするところに、欧州においては第二次大戦の勃発を見、東亜においては純戦時的国際関係の緊張を示すに至ったものと思うのであります。果たして力は、日本が独伊に協力し、独伊が日本に協力し、三国愛より愛助けて、場合によっては軍事同盟の威力をも発揮せんとするに至れる。これまた必然の勢いであります。各漢字来たれば、我々は今や有史以来の一大国難に直面したと言うべきである。我々はこの際一大決心をもって、この国難の中に突入し、断固としてこれを突破するの覚悟がなければならないのであります。